サンダーブレードはセガエンタープライゼスのシューティング大型筐体ゲーム。オリジナルプラットフォームは1987年12月より日本の業務施設用いわゆるアーケードゲームとして稼働を開始。AC 版の基板はアフターバーナーなどにも導入された X ボードを使用している。セガが1980年代に業務用ゲーム機器で展開していた。 筐体がゲームの展開に沿う形で適宜稼働する体感ゲームシリーズ第7弾。ただしそれまでのシリーズ作品が電動で動くものが多かったのに対し、本作はプレイヤーの人力をダイレクトに使って稼働するアナログ遊具的な機構が採用されている。なお海外では非稼働であり、一般的なビデオゲーム筐体に近いスタイルのアップライトタイプも稼働していた。当時は、 3D シューティングゲームと称されることが多かったが、ポリゴンを使用した近代的な 3D グラフィックではなく 2D ドットピクセルとフレームバッファ式による大量のスプライトを用い、時期である超高性能攻撃ヘリコプター、サンダーブレードを後方視点から見た 3D モードと 2D 縦スクロールシューティングのように時期を情報視点側から見た 2D モードを交互に展開する。 映像表現が用いられている。当時のセガ AC ゲーム開発における主軸セクションであったセガ第5前一時研究開発部が行い、音楽は体感ゲームシリーズ第5弾スーパーハングオンを手掛けた並木光一が担当している。1988年に日本ではセガマーク3、1990年には日本において PC エンジンに移植された。その他に、 アレンジ移植として、メガドライブ用ソフト、スーパーサンダーブレードが発売され、2007年に Wii 用ソフトとして、バーチャルコンソールにて配信された。パソコン機種への移植としては、国内では1990年に、X68000 用ソフトとしてリリースされたのみだが、海外でアミーが、アタり ST、コモドール64に移植されたほか、欧州では、 アンストラット CP-C-ZX スペクトラムに移植された。1989年には欧米にて p c a t 互換機 MSX に移植されている。メガドライブ版はゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューにてシルバー電動を獲得した。すでに製造から数十年を経過していることもあり。 日本の商業施設で実際に設置、プレイが可能な状態で稼働している筐体は少数になっている。セガ自身は某所にある自社の専用倉庫に一般非公開で保管しているほか、かつてセガが直営していたセガ秋葉原3号館で設置、稼働している実例が確認されている。プレイヤーは X 国で秘密裏に開発され概ね稼働する状態ではあったが、開発途上で ゲーム開始時点では、完全に完成していない超高性能ジェットヘリ、サンダーブレードを借り、反政府軍のゲリラ集団を相当。最終的に、敵要塞を破壊するという超難関ミッションに挑む。ステージ数は、全員4面。最終ステージを除き、ボスの出現を経て、ステージの一定の地点に到達すると、ステージクリアとなり、破壊した敵の数やクリア時間に応じて、 ボーナス点が入る。敵や敵の弾、障害物に接触すると残機を失い、残機が0になるとゲームオーバー。座席前側中央にある機銃とミサイル発射ボタンのついた操縦桿型のジョイスティックで上下左右に磁気を操作する。2D ビューの場合でも時期の証拠を行い、画面の拡大縮小によって磁気の証拠を表現している。 時期は画面下中央に固定される。ジョイスティックの動きに応じて筐体が稼働するため、操作には筐体そのものの重みが付きまとった。座席左手にはスロットルレバーがあり、3D モードでは速度調整ができ、時期の進行を止めることができる。完成が働くため、時には避けきれない敵団に対してヘリを停止させて完成に任せて避けるというプレイスタイルを取ることができる。 アレンジ移植版、スーパーサンダーブレードも合わせて記載している。月刊誌、ゲーメスト市場で行われていた第2回ゲーメスト対象において年間ヒットゲームで29位を獲得した。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計31点でシルバーデンウを獲得、メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、 15.80点となっている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計で19点、月間 PC エンジンでは75.65、65.65 65、65の平均67点、丸勝チ PC エンジンでは5.5、5.5の合計20点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、18.87点となっている。 また、この特典は PC エンジン全ソフトの中で411位となっている。下記は非公式のゲームデータベースこの記事は以下のカテゴリでも参照できます。スーパーサンダーブレードに関するカテゴリありがとうございます。